ミサディウ・ウクリス、1565サ、コスタンツオ・ポルタは、ルネサンス時代に活躍したイタリアの作曲家で、今日、ベネツヤ学派と呼ばれる作曲家たちの代表格にあたる。クレモナに生まれ、パドバに没す。生涯を通じて、作曲家、教師として高く評価されていた。若い頃についてはほとんど知られていないが、おそらく、 クレモナのセールカ修道会で教育を受けたと考えられている。1550年頃にはベネツィアのサンマルコ寺院の学長であったアドリアン・ビラールとの下で学んでいた可能性が高い。この時期に同じくサンマルコで学んでいたクラウディオメールロと出会っている。彼らは生涯を通じて信仰を保った。1552年、ポルタは大子モノ制の学長に就任する。 1565年には短い間パドバで職に就いていたが、翌年により魅力的なラベンナでのポストに転職している。ラベンナでは聖堂のために全く新しい音楽隊を組織するために雇われていた。1580年頃までにはポルタの名声は極めて高まり、彼を獲得するための競争が行われるほどであった。彼はミラノからの誘いを断り、 いくつかの都市の職を転々と巡っていた。また彼はこの頃には有名な教師としても人気を得ており、次世代の多くの作曲家が彼から大砲法の技術を学んでいる。晩年はパドバで過ごしたが辛いものであったことは確かなようだ。パドバでの音楽水準は衰退しつつあり、さらに健康の悪化や彼の後釜を狙う人物からの嫉妬にも苦しめられていた。 ポルタの作品の多くは宗教音楽で特にモテットが多い。少なくとも8冊のモテット集を出版しており、その他にもミサ曲、入祭賞や膨大な量の晩画のための賛美歌を出版している。ポルタの作品はニコラゴンベールの作品よりもさらにポリフォニックであり、形式的な厳格さを好み、きっちりと大宝を守った作曲を好んだが、 しかし極めて高い技術を持って作曲されているために、それでも彼の作品は歌詞をはっきりと聞き取ることができる。彼はしばしば厳格なカノンを用いている。1580年に出版された52のモテット集のうちの一曲の7世のモテットでは、7世のうちの4世までもがカノンの実によって生成されている。また、同じモテット集の別のモテットは、 対位法の中で最も書くのが難しいとされる定量カノンになっている。トリエント公会議にて歌詞が聞き取れないほどの過剰なポリフォーニーの実践が禁止されると多くの作曲家は反発をしたが、ポルタは同僚たちに同調する必要性を感じなかったようである。おそらく彼自身には歌詞をはっきりと聞き取ることができるような作曲ができるという自信があったのであろう。 ポルタの作品は、ジョバンニダ・パレストリーナに匹敵するほど、緻密に構成されており、不協和音と半音階の使用に慎重である一方で、同時代の他の宗教音楽作曲家には真似できない、ほどの息に達した高度なポリフォニーの技法を、ふんだんに用いたものなのである。後期のモテットのいくつかは、複合唱を用いている。この様式が花開いた16世紀末のベネツィアに、 ポルタはいなかったが、かつてこの地でビギラルトについて学んだ影響は、生涯にわたって消えることはなかった。また、ベネツィアの最新の流行についてもよく知っていたので、あろう。新しい技法も効果的に用いている。ポルタは、マドリガーレも作曲している。多くのものは、雇い主の親族の結婚式などといった特別な機会のために作曲されたものである。世俗曲は、 宗教作品よりもずっと単純な様式で書かれており、統制風をよく取り入れている。ありがとうございます。